またと見出しがたい議会の大議員たちまたと見出しがたい議会は、1815年の第二次フランス復興制の時に最初に選挙された議会である。この議会は、ユルトラと呼ばれるフランス革命の成果の容認を完全に拒絶する王党派によって占められていた。またと見出しがたい議会という名前は、ルイ18世による。1815年8月14日に行われた制限選挙と白色テロの下での選挙の結果、ユルトラが大多数となった。402議席中350がユルトラであった。またと見出しがたい議会は1815年10月7日に初めて召集された。それは貴族と聖職者の支持の下の熱狂によって性格づけられ、アンシャンレジームの再建を目指していた。またと見出しがたい議会は軍事法廷の設立とルイ16世を処刑した国民公会のメンバー全員の追放に投票した。ルイ18世はフランス社会に高まる不満、さらに1815年から首相を務めるリシュリュー公の支援者、占領軍の英国人司令官ウェリントン公、ロシア帝国大使、ポッツォディボルゴと格闘していた。そして1816年9月5日に議会を解散した。次の選挙では、ユルトラはより自由主義的なドクトリネルに一時的に取って代わられた。彼らは革命の遺産と王政との調整を試みようとした。ビレール伯の政権下、1823年12月にユルトラは議会の多数派に復帰し、回復されし、議会とまたと見出しがたい議会を引き合いに呼ばれた。ありがとうございます。